この動画ではスマートフォンを安全に使用するにはどうしたらよいのかをご紹介していきます。まず最初にフィルタリングとウイルス対策はどう違うのか確認しておきましょう。フィルタリングはネットに潜む危険から人を守ること、ウイルス対策は電子メールやネットワーク経由でのウイルスの侵入からスマホを守ることです。ウイルス対策のためにはセキュリティアプリ等を活用しましょう。それではネットに潜む危険にはどのようなものがあるのでしょうか。こちらはよくあるインターネット上のトラブルです。例えば知らないサイトから請求が届いた、 SNS 上で電話番号や住所を教えてしまった、友達だと思って写真を送ったら悪い人だった、掲示板で悪口を冗談で書き込んだら消せなくなってしまった、このような事例は大人でも起こりえますが、特にお子様の場合は犯罪に巻き込まれるケースもありますので対策が必要です。そこでフィルタリングです。フィルタリングはインターネット上に存在する違法や有害な情報を見るリスクを減らしてくれる便利な仕組みです。18歳未満のお子様の場合、原則フィルタリングサービスへの加入と初期設定が法律で義務付けられています。初期設定はソフトバンクショップでサポートしておりますのでご安心ください。それではフィルタリングサービスにはどんな種類があるのでしょうか。フィルタリングサービスは機種や制限内容などに応じて4つのサービスがあります。すべて無料でお使いいただけます。今回は安心フィルターを例に何ができるのかご紹介いたします。安心フィルターで管理できる内容がこちらです。使用機種が iPhone か Android かで少し違いがありますが、できることはほぼ同じです。例えばお子様が閲覧するサイトやアプリを制限したり、スマホを使用する時間帯の設定や居場所を確認したりすることができます。これらは保護者のスマホから遠隔で設定することができます。閲覧、利用が制限されるサイトやアプリについてはお子様の年齢や成長に合わせてフィルターの強度を選ぶことができるようになっています。お子様と相談しながら調節していきましょう。このようにフィルタリングサービスは違法・有害情報に触れる機会を減らすことができますが、完全に取り除くものではありません。リスクをしっかりと理解して各ご家庭でお子様に合ったルールを決めましょう。またお子様だけでなく保護者の皆様も日頃のスマホの使い方を振り返ってみてください。お子様の見本となる使い方がルールを守らせる第一歩だと意識してみてください。お子様がルールを守れないのは本人のせいではありません。それを守らせることができない保護者の責任とも言えます。ぜひこの機会にスマホの使い方についてお子様とお話ししてみてください。各種スマホの設定に関するご提案やその他の詳しい使い方についてはソフトバンクのショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホデビューのお手伝いや持っているスマートフォンをより活用していただくためのサポートを行っております。ソフトバンクのスマホ教室は全部で30講座以上、どなたでも何度でもご参加いただけます。ご家族やご友人と一緒にご参加ください。